わ、私、勘太郎先輩のこと。言わなくてもいい。わかってる。いや、わかんないよ。勘太郎先輩のこと何？わかってるにするか。嬉しい。勘太郎先輩は私のこと、ちゃんと見ててくれたんですね。私、ずっと前からこうしたいなって思ってたんです。落ち着く。勘太郎先輩にくっついてると、すごくいい匂いがします。ねえ、勘太郎先輩。勘太郎先輩はいつも成績トップでしたね。部活だっていつもみんなの中心にいて人気者で。あ、羨ましい。うーん、そんな感じだね。私はそんなあなたが羨ましかった。憧れてたんです。勘太郎先輩はいつだって私のずっとずっと前を走っていたんですよ。知り合いっちゃ知り合いなのか、本当に。私のことただのマネージャーとしか思ってないとか、そう思ってたのに。ただのマネージャーじゃなくて、こんな風に。嬉しい。勘太郎先輩もギュッとしてください。押し倒す。こら、先輩のエッチダメですよ。なんだ、あの、勘太郎先輩はどうして自分が記憶喪失になったか、死にかけたのか、本当に覚えてないんですか？本当に何も覚えていないんだ。勘太郎先輩ってゴキブリみたいのにしぶといのね。ああ、怖い顔。あの時死んでいればよかったのに。やっぱりこいつに刺されたのか？ねえ、なんであの時あっさりと死んでくださらなかったんですか？ちゃんと私、心臓に刺しましたよね。この手で。確かに刺しましたよね。私が外すわけない。刺しただけじゃない。バットで頭も殴りましたよ。おかしいな。ちゃんとやったと思ったんですけど。本当にびっくりしたんですよ。死んだと思った先輩が生きているのを見たときは。うふふ。そう言って綾乃は懐から何かを取り出した。それが僕の目に入った瞬間、僕は綾乃を思い切り突き飛ばしていた。ナイフか？いた！勘太郎先輩、ひどいじゃないですか。女の子を突き飛ばすなんて最低。先輩後輩関係は本当ってこと？出た出たナイフ。どうして逃げるんですか？勘太郎先輩、私が怖いんですか？そんなに足ガクブルさせちゃって。まだ生き残ろうというのね。勘太郎先輩は生きていても仕方ないクズだというのに。僕が何をしたというんだ。そうそう、これ私に何をしたか覚えていないんですか？え？勘太郎先輩が何をしたのか教えてあげましょうか？そんなもの決まっているじゃないですか。数えきれないくらいの嫌がらせを私に毎日毎日してきたじゃありませんか。本当に？下着を見せろ、触らせろ、写真撮らせろ、やらせろ、だとか。いや、まあ、それはね、今までなかった選択肢があったから、事実っぽいよ。だとしたら、勘太郎最悪だな。成績トップで、女子にも人気者。天才の勘太郎先輩が、裏ではそんなことしてたなんて。誰が思ったでしょうね。私は辛かったですよ。どうせ私が本当のこと言ったって、私が勝手に自殺したって誰も信じなかったでしょ。だから私が直接手を下さなければこの地獄は終わらないんです。大丈夫ですよ、優しくしてあげますから。
ゆっくりとゆっくりと殺してあげます。いや、ゆっくりされると痛いと思う。優しくないよそれ。だって私、カンタロウ先輩のことが憎くて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 たまらなかった。殺したいくらい憎くて憎らしくて、あはは。はあ、今度こそ、今度こそ。めっちゃ興奮してんじゃん。絶対に息の根を止めてやる。今、楽にしてあげますからね、カンタロウ先輩。綾乃を殺す。受け入れる。え、どっちだ？どっちがバッドエンドだ？いや、綾乃を殺すの方な気がする。え、でも、カンタロウが悪いよ。僕は、綾乃に体当たりした。キャン！狙い通り、ナイフは飛んでいった。武器を手放した綾乃は丸腰。こうなればもうこっちのものだ。綾乃は慌ててナイフを取りに行こうとするが、僕は綾乃の髪を引っ張ってやった。そして、僕は渾身の力を込めて、綾乃の首を絞めた。く、が。綾乃は、もうやめて、とでも言いたげな顔で僕を見ていた。それでも僕は手の力を緩めない。綾乃を殺してやる。やがて、綾乃の体から力が抜けたのを確認すると、僕は手を離した。まだだ。まだこいつは死んでない。そして近くにあった金属製のトロフィーで綾乃の頭を殴った。一発、二発、三発。僕はひたすら殴り続けた。これだけやれば十分だろう。綾乃はすでに息絶えていた。僕は綾乃を殺したんだ。綾乃が僕のことを殺そうとしたからだ。僕は正当防衛をしたに過ぎない。いや、過剰防衛でしょそれは。やりすぎよ。当然の報いだと思った。あれからどれくらいの時間が経っただろう。綾乃を殺した犯人はまだ見つかっていない。逃げ回ってんの？綾乃を殺した犯人は誰なのか。それは僕しか知らないんだ。ちゃんと死体は処理した。多分誰にも見つかっていないと思う。今日は僕の退院の日だ。僕は荷物をまとめて廊下を歩いていた。その時僕は目を疑った。半開きの病室のドアから見覚えのある顔が見えたんだ。え、もしかして綾乃？ベッドにいたのは綾乃だ。どういうことよ。綾乃は傷だらけだった。体のほとんどが包帯で覆われていた。僕がつけた傷だろう。綾乃のうつろな目がこちらを見た。僕はぎょっとして後ずさりしたが、綾乃からの反応はなかった。綾乃はにっこりと笑って僕に言った。綾乃が記憶喪失になっちゃったのか？あなた、誰？バッドエンド、記憶喪失。ああ、やっぱりねー。はい、戻ってきました。受け入れるにしようと思います。今回はカンタロウが悪い。僕は綾乃に刺された。心臓にナイフをぐりぐりと押し付けられる。内臓がえぐられるような鈍い痛みが僕の体から力を奪っていった。僕の体は真っ赤に染まっていく。流れ出る自分の血がとても温かい。もう取り返せない。あなたに奪われた私のすべては、時間はもう戻ってこないの。そして
それはあなたもそう。あなたの命ももう取り戻せない。やり直しが効かない。それが人生というものですよね。当然の報いだと思いますけど、カンタロウ先輩。死ね。めっちゃ笑顔で言われた。綾乃はそのまま僕を置き去りにして笑いながら去っていった。僕は身動きも取れないままそこに倒れていた。僕は綾乃に騙されていたのか？ただ復讐のために僕を陥れようと。きっと僕のことを最初から許すつもりなんてなかったんだろう。体が動かせなくなってきた。綾乃はそんなに僕のことが憎かったのか？記憶を失う前の僕はきっとすごく嫌なやつだったんだろう。殺されてもおかしくないくらいに憎まれるようなやつだったんだろう。それはもうわからない。何も思い出せない。目が霞んできた。僕はもう生きていても意味がないのかもしれない。やり直せないのかもしれない。綾乃の笑顔が頭に浮かんできた。僕は綾乃のことが好きだったかもしれない。僕らはもっと普通の出会い方をしていれば、恋をしたり付き合ったりデートしたり二人で笑い合ったり、そんなこともあったかもしれない。でもそれは絶対に叶わないんだ。今の僕が目を覚ました時点でそれはきっと決まっていたことなんだ。僕の目から涙が一粒流れた。え、これで終わり？刺されて終わりか？サイレンの音が聞こえる。トゥルーエンド、叶わない恋。はい、ということで、3人の物語を見てきました。いやー、カフェオーレちゃんに関しては、いや、まやばいっちゃやばいけど、カンタロウが悪くね。あれはね、なんかカフェオーレがなんかすごいとんでもないやつっていう感じはしないかな。一番やばかったのはやっぱイチゴオーレだね。あれはやばかったね。いやー、とても面白いゲームでした。遊ばせていただいてありがとうございました。カノンさんの作品まだまだあるので、またプレイさせていただこうと思います。はい、ではミックスオーレでした。よかったら他の動画も見に来てね。バイバーイ。